劣化ウラン弾とは、弾体として劣化ウランを主原料とする合金を使用した弾丸全般を指す。劣化ウランの比重は約19と大きく、鉄の2.5倍、鉛の1.7倍である。そのため合金化して砲弾に用いると、同サイズ、同速度でより大きな運動エネルギーを得られるため、主に対戦車用の砲弾、弾頭として使用される。 対戦車用砲弾であるアップフスズのサボが分離する瞬間。形状からは、それが劣化ウラン合金かタングステン合金かは判別できないが、中心のダーツ状の金属棒の材質が争点となっている。劣化ウランは、ウラン鉱石を生成した後の純水ウランから、ウラン濃縮を行い核燃料としての低濃縮ウラン燃料を得た後に残る残差であり、 原子力発電所から発生する廃棄物とは発生経路が異なる。成分はいくつかの放射性同位体が混ざった純水ウランである。もともと天然ウランであるので半減期が数億年数十億年と長く、そのため放射能は弱い。劣化ウランは入手可能で安全に扱える物質のうちでは比重が最も大きいので空中を飛翔した後に 目標物を貫通するタイプの重砲弾の材料に適している。この高性能重砲弾を劣化ウラン弾という。アメリカ合衆国、イギリス、フランス、ロシア、中国、カナダ、スウェーデン、ギリシャ、トルコ、イスラエル、サウジアラビア、ヨルダン、バーレーン、エジプト、クウェート、パキスタン、タイ、台湾、韓国などが劣化ウラン弾を兵器として保有している。 劣化ウラン弾の金属ウランは、目標命中時の変形エネルギーで微粉末化され、空中で直ちに酸素と結合して激しく燃焼して周囲に拡散するため、被害者が戦闘員だけに限定されず、付近に人や動物がいれば呼吸器から容易に吸い込まれる。わずかであるが残留している、放射性同位体による内部被曝を起こしているとして、国際的な社会問題になっている。 重金属としての化学毒性もある。劣化ウラン弾が生まれる以前の高性能な重砲弾はタングステン弾が一般的であり、現在でも欧州や日本ではタングステン弾を使用している。米英ら中が劣化ウラン弾を製造し使用するのは単純に性能が高いためであると軍事専門家は述べている。またタングステンは資源が極端に 中国に偏在しているという問題もある。重砲弾だけでなく戦車などの装甲車両の装甲板の内部に劣化ウランを内蔵させて防御性能を高める場合もあり、追加装甲などに用いられている。劣化ウラン弾は目標の装甲板に進鉄する過程で先端部分が先鋭化しながら進行する事故先鋭化現象を起こす。 このため一般的な対戦車用砲弾であるタングステン合金弾よりも高い貫通能力を発揮し、劣化ウランのシントール性能は密度の違いも含めてタングステン合金よりも10%ほど優れているとされる。劣化ウラン弾やタングステン弾が命中すると砲弾の持つ運動エネルギーが熱エネルギーへと変換される。これはシ透ル大金属の結晶構造が変形して、 高温を発するためであり、摩擦で発生する熱はあまり関与していないことが判明している。劣化ウラン弾は先行過程で浸透ル体の先端温度が1200度を超えて溶解温度に達する。装甲板を貫通した後で浸透ル体の溶解した一部が微細化して撒き散らされる。金属ウラン成分は高温下で容易に酸素と結びついて激しく燃焼するため、 劣化ウラン弾は、消費効果を発揮する。この性質のために、劣化ウラン弾は単造加工できないので、不活性ガス中で低速切削加工により製造される。劣化ウラン弾は、以下の2つの点で人体に被害を与える恐れがある。ため、実践や演習、射撃訓練で劣化ウラン弾を使用し、自然環境に劣化ウランを放散させることの是非について、たびたび議論される。 ウランは化学的な毒性を持つ重金属である。劣化ウランは死体を占めるウラン238、ウラン濃縮過程で取りこぼされたウラン235、それらの子孫各種からなっており、放射能を持つ放射性物質である。劣化ウランの非放射能は14.8ベクレルミリグラムであり、天然ウランの25.4ベクレルミリグラムと比較すると約6割と低い。 レッカウランダンはタングステンダンに比べて材料費が安いので価格も安いに違いないという誤解が存在するが前述のように加工コストが大きいために製品価格ではタングステンダンと同等である。なおレッカウランダンの価格についてはアップフスズを参照のこと M829E3 砲弾とその構造を白で示された市場の飛翔体の中心に ウラニウム合金製のシントールカラダが収納されている。これら以外にも防御用として M1A1 戦車、M1A2 戦車の装甲用構成部品として劣化ウラン走行が使用されている。トマホーク巡航ミサイルにも劣化ウランが使われているとの疑惑があったが、1999年に米国防総省が不使用を明言しており、トマホークの運用上、 特性上も使用する意味は希薄なものとなっている。新型のタクティカルトマホークの地下貫通型については可能性があるが2005年春の時点で未配備であるため確認は取れていない。バンカーバスターにおいてはブル -109B についてロッキード社の特許申請に使用が明記されている。アメリカ以外で劣カウラン弾を装備している国はイギリス、フランス、 ロシア、中国、カナダ、スウェーデン、ギリシャ、トルコ、イスラエル、サウジアラビア、ヨルダン、バーレーン、エジプト、クウェート、パキスタン、タイ、台湾、韓国などがある。このうちイギリスは主力戦車チャレンジャー2の手法換装に伴い、使用砲弾模倣製造会社のものに変更すると決定し、劣化ウラン弾の生産を停止した。チャレンジャー2の手法には、 ラインメタル社もしくはラウグラントシステムズ社の生産する 120mm 格好法が採用予定であるが、両社とも劣化ウラン弾は生産していないため、イギリスは将来的には主力戦車の主砲弾としては劣化ウラン弾を装備しなくなる。ドイツは環境汚染を理由に冷戦時代から今日までレオパルト2戦車でタングステン砲弾を使用し続けている。 日本の自衛隊も2014年の時点ではタングステン砲弾を配備しており、劣化ウラン弾は保持していない。海上自衛隊が保有する護衛艦の一部に搭載されている対空迎撃システムファランクス CIWS の最初の量産モデルであるブロックレイのメーカー純正弾頭には劣化ウラン弾が採用されていたが、海上自衛隊では弾薬を国産化し、アメリカ製の劣化ウラン弾は 当初より使用していない。また、アメリカにおいても、後継の量産モデルである、ブロック1から割れ、カウランランの使用を止めている。1991年の湾岸戦争で、米軍が、イラク戦車部隊に使用した。使用量は公式には、約300トンである。その後、NATO による PKF 多国籍軍が、ボスニア紛争及びコソボ紛争に介入し、ボスニアで、 1> 約1万発、コソボでは約3万発の劣化ウラン弾を使用したことを公式に認めている。また、2003年3月以降のイラク戦争でも、米軍は劣化ウラン弾を大量に使用したと言われている。人道支援、戦後復興支援のために、イラクに派遣された陸上自衛隊が駐留したサマーワ郊外においても、米軍が イラク戦争時に使用したものと見られる劣化ウラン弾が複数発見されている。2015年11月16日と22日、米軍はタイイズへの永住攻撃機によるイズの石油タンクローリーの車列を標的とした空爆において対戦車用の劣化ウラン弾を使用した。劣化ウラン弾頭が着弾し、あるいは劣化ウラン装甲に被弾することによって劣化ウランが燃焼すると 酸化ウランの微粒子となり、周囲に飛散する。これが体内に取り込まれた場合、内部被曝や科学的毒性による健康被害を引き起こすとして、その影響が懸念されている。湾岸戦争後の米軍の機関兵などに、湾岸戦争症候群と呼ばれる健康被害が確認されており、劣化ウランがその原因の一つではないかとする説がある。 また過去にも劣化ウラン弾頭が使用されたボスニアやコスボ等の地域においては白血病の罹患率や奇形時の出生率が増加した等と主張する健康被害が報告されている。これらの懸念や報告に対して劣化ウラン弾頭や劣化ウラン装甲を使用する当事者であるアメリカ政府は反論し劣化ウラン弾による健康被害を否定、さらに これら症状は劣化ウラン弾による影響ではなく、フセイン政権がかつて用いた化学兵器の残留物の影響という公式見解を発表した。また、湾岸戦争症候群についても、イラク軍による油田破壊によって放散した化学物質の影響や、戦争前に兵士に投与された対化学専用ワクチンの副作用によるものであるとする説もある。 湾岸戦争に限定したそれらの説に加え、ボスニアやコソボを含む、白血病の罹患率や、奇形時出生率の増加に関するデータも、当事者として、医療現場が主張する、統計的な根拠や信頼性に対しては、疑問があり、ユネップの公式報告書でも、ボスニア・コソボにおける劣化ウラン弾使用の放射線による影響を懸念、重要視しておらず、風は、 ユネップの収集したデータをもとに、DU が紛争で使われた地域の住民や滞在していた民間人に対して、DU 毒性に関する医学的スクリーニングを行う健康上の理由はない、と結論付けている。これらは主に DU の汚染が現場から数十メートル単位に限局されており、一般住民が継続的に DU に暴露される可能性が極めて低いことが理由である。 ただし、風は、食物や地下水への汚染物質蓄積による食物連鎖への影響など、環境への影響は懸念を示している。これらの指摘、症状と劣化ウランとの因果関係の証明には、疫学的に有意なデータを得るだけでも膨大な、サンプル数の確保と時間が要求されるため、標本の量、質とも決定的に不足している。 現段階では白黒のいずれとも結論を出すのは困難であるという指摘がある。また、性質上その被害が発展途上国に集中しやすく、軍事衝突でのみ被害が発生するため、企業による研究資金の拠出がほとんどないこともこの分野の研究の困難さに拍車をかけている。また、環境、人体への悪影響が懸念される以上、 少なくとも安全性を明確に確認するまでは、予防原則に基づき保有及び行使は規制、禁止されるべきであるとする、慎重な指摘もある。軍事研究2003年5月号、軍事研究2004年8月号 AB1 個たたり誘著、現代戦車法の使用砲弾、アップフスズ、軍事研究2008年8月号ジャパンミリタリーレビュー2008年8月1日発行。 平成13年度、大金工業株式会社による、高速飛翔体の比較実験より、国際原子力機関劣化ウラン Q&A 米軍、タイイズ空爆で劣化ウラン弾使用、国防総省 AFP2017 年2月17日、閲覧、風物グラフ、2019年7月16日閲覧、風物グ,グラフ、2019年7月16日閲覧、米軍、 被爆恐れ環境調査せず沖縄、鳥島の劣化ウラン団5社政府の説明と矛盾。沖縄タイムス。2019年5月26日閲覧。ありがとうございます。